山岡明は作曲家、音響監督、ゲームデザイナー。ゲームミュージックを主に担当し、サイレントヒルシリーズの音楽制作で知られる。新潟県新潟市出身。妻はドラマーの村畳専門学校を卒業後フリーとして活動した後、1993年にコナミコンピュータエンターテインメント東京に入社。1999年、 社内でのホラーゲームプロジェクトにコンポーザーとして立候補し、それ以降在籍時のサイレントヒルシリーズの音楽を担当することとなった。サイレントヒルシリーズの楽曲は国内外を問わず評価を得ており、特にサイレントヒル2のメインテーマであるテーマオブローラは特に国外での評価が高く、海外ではオーケストラを弾いて楽曲を演奏することがしばしばある。また、 サイレントヒル3、サイレントヒル4では、プロデューサーも並行して務めた。日本においては、ビーマニシリーズでの作風、コメントなどが、クローズアップされることが多い。楽曲は、テクノトランスから、ポップ、ロックまで幅広く、強烈な個性の歌詞を持つ、いわゆる電波ソングの作者として、注目を集めることが多い。ビートマニアイドックスのライブイベントにも複数回出演し、 ビーマニアーティストの一人として、ソロアルバム、アイフューチャーリストをリリースするなど、精力的に活動していた。2009年、コナミ退職を発表。その年末には、須田五一率いるグラスホッパーマニファクチュアへの加入が発表された。以降、コンスタントに、須田五一作品に楽曲を提供している。学生時代は、ニューウェーブ音楽に傾倒する。この時の親友が、 木村隆である。再会後には、互いのプロジェクトに、リミックス楽曲を提供したり、雑誌にて対談を行ったりなど、コラボレーションの機会は増えており、2014年3月には、ニューウェーブニューロマンティックの代表的なバンドである、ビサージの来日公演に合わせて、バンドを組むことが発表された。シンセサイザーに対する造形も深く、DTM マガジンにおいて、 新製品のレビュー記事の執筆、デモ曲制作などを提供の後、連載記事を持つに至る。サイレントヒルシリーズでの実績から、映画、サイレントヒルでは、制作総指揮を、映画、サイレントヒルリベレーション 3D では、音楽制作を担当した。2011年の東北地方太平洋、沖地震発生時には、国内外のゲーム音楽家を集め、チャリティーアルバム、プレイフォージャパン、 ザ・アルバムを制作した。ガンーオンラインエンターテインメントが一社提供したドラマ東京トイボックス大東京トイボックスの音楽制作を担当するなど、その活動はすでにゲームの範疇を超えている。近年ではさらに作曲の枠を超えた活動を行っており、コナミ在籍時の2009年に名探偵の掟で音楽監修を担当。2013年公開の 逆さまのパテマでは音響監督を務めた。どのようなアーティストの影響を受けているかという質問に対し山岡はトレントレズナーがパフォーマンスに関しても音楽性に関しても主要なインスピレーションとなっていますと答えている。他にはアンジェロ・バダラメンティア・メタリカ・デペッシュモードからの影響もあるという。東京アートカレッジで学んだことが仕事に生きているか。 と問われてて彼はこう答えている当時、ジャパンのミック・カーンや、ビサージュのスティーブ・ストレンジ、他にも多くのミュージシャンがアートや音楽に関しての考えを自分たちの新しいスタイルと組み合わせていました。その点では本当に影響を受けましたね。なので、曲を書くときはアートと音楽の組み合わせを考えるようにしています。また、18世紀に流星を誇ったバロック音楽からの 影響についても語っている。また、あるファンからのお便りコーナーでは、ゴス系、主に、キリングジョークやエイリアンセックスフィーンドの暗黒感。哀愁感で言えば、ビサージュ、ウルトラバックスの核を成していた、ミッチウレや、映画で言えば、エンリオモリコーネ。深い空気感は、バンガリス、ジョージ・ウィンストン。高揚感は、ラフ、ニッター・エブ。 クラウスのみなどジャーマン系のサウンド、と、後で気づけば、空気のように入ってくる、これらサウンドの影響は私にとって大きいと、感じてます。と答えている。お気に入りの曲として、DAF の、デアムソリーに、クレイグ・アームストロングの、アンバー、アンダドリーの、モーメンツ・インラブ、ビサージの、ムーン・オーバー・モスクは、エンニオ・モリコーネの、ザ・エクスタシー・オブ・ゴールドを挙げている。 代表的なものを挙げる。B マニシリーズは、下記 B マニシリーズでの楽曲を参照。記載のないものはアキラ山岡名義。ありがとうございます。